赤座、何やら柱が稽古を始めたそうじゃないか。はい、そのようです。どのような稽古をしている？俺が知るわけない。そもそも稽古の内容など気になるか。早く教えろ。ああ、もう適当でいい。おこぜを素足で踏む稽古、毒の耐性をつけるのか。反復横跳び握力測定、それ小学生もやるやつ。はい、完全勝利無惨様。もういいですか。ダメだ、調べてこい。何をでしょうか。柱の握力どれくらいか、それ気になります。黙れ赤座よ。確かでかい柱がいました。ほう、何センチ。220センチ。腕相撲は柱でぶっちぎりです。なんだけど問題ない、負けはないないない。腕相撲で勝つコツ、さあ答えろ。拳を顎に近づけ、体重乗せて手首を曲げる。マジで答えるな、アホが。でかい柱はもう一人います。何、誰か教えろ。誰も顔面を奪われてく。派手な頭頂部、究極のてっぺん。ハゲとんかって、またそいつか。一番好きな柱なので。じゃあ腕相撲でその男の腕をすぐにへし折ってやるわ。それが実はてっぺんは硬く、片腕がない。それは辛いな。無惨様が登場している。もう柱を引退したかもしれません。鬼になれば腕はまた生えると奴に伝えたい。そうだな、薄いてっぺんに私の血を与えよう。そして反天狗の座を譲る。ハゲ天狗。